守ってても他の友達に一口狙ったら大正解。あの芋けんぴみたいなやつ友達に買ってて、美味しそう、一個ちょうだいって。うわ、ミヒのお決まりのやつや、いつもやってる。でも全員もらってたから、その人優しいから。優しい、いい子や。全員、まるまるめっちゃいいの持ってるやん、ちょうだいって言われます。ということで終わろうと思います。バイバーイ、こんにちは。夜公演も頑張ります。こんにちは。全然コメント読めてなかった。ということで食べよう。長っ。時差があるからさ。時差あるからこれ1分ぐらいさ、バイバイってせえへんとな。うん。あの夜公演もガぐらいで切れたりするんよ。ガチ？うちじゃ人の配信見てるかも。こんにちは。だから美味しい美味しいお肉を食べたいと思います。勝ち取ったんでね。勝ち取りましたね。奇跡やんの。ほんまやで、奇跡です。やっぱりだ。見せた、これ中身。見せた見せた。あ、葉っぱ取ったわ。お肉美味しそう。でもさ、サムギョプサルの方も結構すごかったよな。うん、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、できた、できました。あのお弁当が豪華な日はやっぱりテンションが上がるので、上がりますね。豪華にしてください。うまっ。何これ。私は今からエゴサをします。うん、待って、わさび欲しい。なんかなってるよな。わさび食べれる人。うん、待って、これめっちゃわさびつけたい。わさび食べれる人なあるんかな。じゃあつないどいて、うちわさび探してくる。みひな、よろしく。はい、つなぎたいと思います。私は今エゴサ中です。エゴサ中なので、あのこれヒカルのファンの方が、これヒカルのファンの方があのいっぱい見てると思うので、あのミヒです、押してください。はいはい、今からはい、今からちょっとエゴサをしたいと思います。はい、昼公演見に行ったよ、ありがとう。お昼だね、ちょっとすごい、やっぱりエゴサーカン、なんで。やっぱりピカルンの秘密を、エゴサピカルンの秘密。ピカルンの秘密は、あの方はすごい、あのうるさいです。こんなこと言ったらあかんわ。でも元気っ子、元気っ子、やっぱりね、元気なことはね、いいことなんだね。ヒカルは今わさびを探すために行ってます。秘密ではない、そうなんです、別にな、さらけ出してるから秘密がないんですよね。ショールーム開いたらピカルじゃなかった、違う。ヒカルはやっぱあの、あ、戻ってきた。なかった。あ、わさびなかったらしいです。さんにも聞いたけど、賞味期限切れのわさびが出てきました。そうやね。うわ、すごい。なかったね。ツイン怖いやん。ピカルンにも高めのツインするようにやって。して、マジで髪伸ばしてさ。髪伸ばしたい、一回。マジ？一回伸ばしてみたい。ね、ずっとね、あれなんや、短いから。え、そう、え、ロングにしたことない？ちょっと
え、ロンギにしたことない。ロングは小学校2年生ぐらいまでやったけど、ロングやった。じゃあいつかロングにして一緒に高めついのしましょう。みんなぐらいの泣きみたい。バイバイ。今何分？56分。何時？5時半か。5時半ですね。ダメな、恥ずかしいな。頑張ってるみんな。こんにちは、こんにちは。今何やってるで、ありがとう。ロング時代モバメに送って。マジ幼稚園ぐらいの時しか写真ないかも。西洋わさび落ちてるみさん。西洋わさび、うん、伸ばしたいね。でもあれかも、昇格して高校卒業したらあれあれかね、なんやっけ、エクステオッケーになるエクステオッケーになるから、ちょっとエクステかな、ちょっと伸ばす根気っていうの、すぐ切っちゃうんで、ちょっとね。昇格したらロングヘアになるんかな。いや、昇格したら伸ばそうと思えば伸ばせますよ。お肉にわさびってことね。最近わさびにハマってまして、おいしい。口の中に入ってる時が喋れんから。恥ずかしいな、こうやってなんか。どんな、何にわさび使うの？ピカね、お寿司屋さん、魚アレルギーなんですけど、お寿司屋さんでマグロは食べれるんで、マグロにわさびが一番好きです。おいしい。でもお寿司屋さん行って一口目はそのまま舐めます、わさびだけを。でもあれも好き、ガリも好き。お寿司美味しいよね。おいしい。マッコもヤヨイも生魚食べれない言うてた。そうなんや、初めて知った。やばい、お肉だけ先に食べすぎてご飯がめっちゃ残っちゃってきた。おいしい。まあこれに卵かけて卵かけご飯食べたい。来ました、美咲さんが。やばい、これ何味ですか？わからん。かわいい。
飯がご飯だけ残りました。うん、肉だけ食べます。卵だけ食べます。レモンラングドシャ、レモン、めっちゃ美味しい。レモン、レモンのお菓子って美味しいですよね。もしこれが2、3枚食べてる。後で食べようと思います。やば、卵かけご飯食べたくなってきた。ん、ご飯だけ残ったから卵かけご飯食べたくなった。美咲さんショールームするんですか？そう、しなおかんって見たいな。見てばって30分。髪型可愛いですね今日。行きました。黙々と食べるだけの配信になってますね、これ。あ、ちょっと待って待って。で、ありがとう、ありがとうございます。あれれれ、あれあれあれどれ、マセヤさんありがとうございます。あ、そうそうそう、ケーキ作ったんですよ。冷やすのに時間かかっちゃって2日で作りました。ちょっと待って、ね、誕生日の方がいらっしゃる。今日誕生日やから大好きなピカリンに応援してもらいたい。おめでとう誕生日。うん、なんこれかわいい、みんなの白米さん、なにこれかわいい靴、ガラスの靴か、めっちゃかわいい。ありがとうございます。まるでプロの出来でした。嬉しいねんけど、めっちゃ昔はお菓子作りめっちゃ苦手で、分量を間違えてすぐぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、ご飯がなくなりません。ピカル、もいもいくんありがとう。あ、さっきの上がってるよ。ふりかけないんですよ、ふりかけは。アルデちゃんは冬眠した？アルデちゃんは冬眠してないよ。あ、双子ひげとかで冬眠するんかな。あ、タッコさんありがとうございます。ルンダマチさんありがとうございます。え、アラレちゃん今日の朝も手に乗せてました。うん、ミラボリア
なんかこればっかやな、なんか考えやな。ありがとうございます、もほにいさん、ありがとう。お腹いっぱいになったらちょっと眠たくなってきた、えぐい。また残りは後で食べようと思います。やば、一つ食い汚した。ちょっとちょっと、でもね、公演が始まったら吹き飛ぶんですよ。今日の朝もめちゃくちゃ眠たくて死にそうだったんですけど、あのね、一番メイクしてもらってる時が一番眠たくなっちゃうんですよ。ね、ごめんなさいね、なかなかお弁当食べてて。ここでさっき美咲さんにチンスコをもらいました。あ、ずいずいありがとう、しんのすけさんありがとうございます。やった、嬉しい、ね、最近ショールームできてなかったから嬉しいな。みんな久しぶりやのにミラーボールとかありがとうございます。いけしある？うん、いちご味かも。うん、おいしい。うん、いちご味、これ何味？こんにちは、こんにちは。あ、そういうこと？なんか画面と声が遅れてるってこと？ああ、ちょっとじゃあね、公演に向けて準備してきます。ねえ、今日ごめんなさいね、なんか全然コメントやめてなくて。ミラーボールはって気づくから。嘘、マジで時差あるな。うん、一緒、ありがとうございます。こんな短時間で1000人の方が、見てくださって。まこちがあやぴょんピカリンに先に恋しいに連れて行くと言って、いやいやいや、ピカに京セラに連れて行きます。恋しいに京セラに連れて行きます。お弁当、みおちが来ました。あ、ありがとう、どういう。時差のせいでピカがただの陽気な人になってる。恥ずかしいな。ご飯食べるときは静かな人になっちゃうんです多分。ね、あれ、みおち寝落ちってきてる。よく言われる。よく言われ
とじゃあランキング読みたいと思います。13位、リカさんありがとうございます。12位、マサシさんありがとうございます。11位、ケンさんありがとうございます。10位、ハチちゃんさんありがとうございます。11位、ユリパンさんありがとうございます。お、10位、韓国語。韓国語ってどうやって読むの？わからない。ごめんなさい、読め韓国語ちょっと調べます。ありがとうございます。9位、北上県、ごめんなさい、ケンシロさんありがとうございます。8位、富士さんありがとうございます。7位、あきちゃさんありがとうございます。6位、あさやんさんありがとうございます。5位、もふにぃさんありがとうございます。4位、みんなの白米さんありがとうございます。3位、ずんだもちさんありがとうございます。2位、けんさんありがとうございます。1位、しんのすけさんありがとうございます。ね、ちょっと今日はなかなかコメント読めなかったんですけど、配信見てくださりありがとうございました。ということで、夜公演で会いましょう。バイバイ。これ時差あるから、これずっと振っとくんか。でみーなんか1分ぐらい振ってあるらしい。あ、待って、ミラーボールありがとう。デイデイありがとうございます。いっぱい、ちょっと待って、じゃあ名前だけね読みたいと思いますね。マフニーさんありがとうございます。ミラーボールということで終わります。バイバーイ。これでチェイフとかが始まった。身内が身内のやっほー、こんばんは。でないわ、いつも癖でこんにちはじゃない、こんばんはって